で、まあ、女性と、ね、ドライブデートの途中で、ちょっと泳いでいこうぜって、いや、水も持ってない。まあ、私、持ってない、で、その時に、あ、あるの貸してあるって言ったんだよ。こんなんだもんな。あるの貸してある、おかしくねえからって。確かそんなん入ってた女いるから。そこでも普通に話しかけて、ちょっと悪い。ほんと、そこで女がちょっと、会社笑いしてくれたの。まあ、男性が私は入ってて、一緒に入って。で、自覚してない客さんも、その人増えてしまう。結構で、最後が覚えてる。裏に女性が自我。自我がその最後を、とかって何言ったかなんですね。全部伝えてるから。そうなんですよ。まあこれはこれでね、男子喜ぶかもしれない。最近こういうブルーだけどね、下着はないでしょ。ここ結構痛いですね。ちょっとここね、痛いので、ね、直したら、ふわっと出せなくて、音になった変なものが。痛いの、なんでこんなこと言ってないんですか、こんなこと言ってないんですか。一緒に直したら、ふわっと、桃汁にポポッとなんかね。まあそんな、大変な、体をね、になってしまってます。まあ、杉田先生のおちんちんも、はい、インナー入ってるから、インナーってさっきのものだと、インナーですか？うん、インナーも水着ですからね。さっきね、入ってたから。だから、ご安心ください。何の問題もない。そう、セクシーって呼ぶのもいいですよ。水着のことセクシーって呼んだら、男性の水着とかどうでもセクシーって言うかな、この人間ですよ。だから、じゃあ、下着はセクシーじゃないんですか？どうセクシーって言うの変ね。なんか別のことも考えない。